それでは永井様、よろしくお願いいたします。本当に申し訳ございません。永井と申します。私ですね、まず声がとてもカサカサしてます。聞こえにくいです。ぜひご容赦ください。あと私とても早口です。それもぜひご容赦ください。あと関西弁です。これもご容赦ください。あとたまに表現が下品になります。こちらもぜひご容赦いただければと思います。今日たくさん女性がいらっしゃるので、とても不思議だなと思わないです。ぜひお願いします。で、先ほどご紹介されました、私は20年間証券業界で食っています。で、ずっと証券アナリストという職種におりまして、まあ機関投資家さん、まあ当然個人投資家さんとも若干接点を持ち、また企業の方々ともずっとお話をさせていただきました。そこでまあ今日は IR ということで、効率的な IR とは何じゃらおいとというお話をさせていただければと思います。よく大体どの企業会社も IR 頑張ると必ずおっしゃるんですけれども、なかなかどうしていいのよっていうのがぶっちゃけることなんです。一生懸命やってんねんけども、顔が動かへんし、誰も来てくれへんし、これでええんかい、俺もほんまにやってたらちゃんと費用対効果合ってるのかしら。そのうちにですね、うちの会社の業績が悪かったらこの人なくなっちゃうからとかですね、そういう感じを持たれてる方結構多いと思います。そこに関してお話をさせていただければと思います。まず IR って何でするんやろという話です。もうこの通りです。大きく4つあります。会社のことをとにかく知ってもらいましょう。社内の方には皆さん知ってます。そうじゃなくて社外の方に会社のことを知ってもらわないと、うちの会社に頑張ってもらわないかということです。あとどうせそこの発展系として会社のファンになってます。あの会社俺好きやねん、よくありますけど、製品とかでもファンがありますよね。それ関西で申し上げてるんですが、あるでしょうです。この会社のファンになってほしい。今日はテストさんが絶対うちの会社の皆さんのファンになってほしいと思ってます。そうです、ファンになってほしい。そして正しい価格を市場についてた、こんななんか機関なんかハゲた方とかですね、おもちゃにするような、そんな投機的な方で買うのではなくて、ちゃんと売りと買いがあって正しい価格を市場につけてもらいましょうという目的で、それそしてですね、その結果として今株式市場では、資本市場ではうちの会社はどう生まれているのか。例えば中期計画を発表した日に会社株価が暴落するとしましょう。なんでですか、困りますよね。アイアを担当されていると中期計画を発表して説明会で翌日に株価が暴落しますとですね、当然役員の方からですね、何でやお前ら買い回しとんじゃん絶対言われます。そうですよね、こんなん困りますよね。サラリーマンとしてはじゃなくて、なんで株価が下がったの、うちの中期計画に何の問題があったのかという、この声を経営陣に伝える必要があります。そのためにありがたい大きくこの器を持っていけないわけです。決して株価を上げるためにありがたい、それだけじゃありません。いいですか、知名度を上げるためにやるわけじゃありません。宣伝をするためにやるわけじゃありません。これは PR です。アイデアがあります。 PR です。これは指示です。株価を上げるために IR をやるとですね、僕かもう100万円かけていいです。かけていいです。皆さん絶対破綻します。マーケットはそんな簡単に株が上がりません。あるいは上がってもすぐこうスーンとなります。それで株価を上げることが目的にしてしまうと、最後はですね、どうなるかというと、機関投資家のところに行ってお酒飲まして買ってくださいよ、ちょっと株お願いしますよってやるしかないです。でもそれも一巡しちゃうと次に買いがいないわけです。皆さん新人の頃にですね、よく営業ノルマがあって、あれとか分からないですか、ノルマがあって、とりあえずノルマ達成のために父ちゃん入れました、母ちゃん入れました、妹入れて、お兄ちゃん入れて、姉ちゃん、姉ちゃん入れて、で親戚のじいちゃんばあちゃん、じいちゃんばあちゃんで親戚のおじさん全部入れて、全部、親戚一同打ち順にしてですね、この次じゃあ次ノルマが来た時にどうやってやります。同じです。株価を上げるためにやると破綻します。もしマネージメント、会社のマネージメントの方々が会社の方もやってるのであればですね、悪いと言いません、やめましょうと言ったわけです。そうじゃなくて、ちゃうんや、うちの会社のことを知ってもらうんやという目的でぜひやっていただければと思います。でそうすると目的が決まるわけですから、当然ハウトゥーが決まってきます。簡単です。よく知ってほしいとか、ファンになってほしいっていうのは、これは恋愛感情と一緒です。
と、もう恋愛の人です。もう恋愛を忘れた方がいらっしゃるかもしれないですから、恋愛の人です。あと自分の会社の商品を売っていくと思います。うちの会社の商品を買ってほしい、うちの会社の商品のファンになってほしい、全く思います。全く思います。アイアンマンの気持ちとしては僕恋愛感情として僕のファンになってほしいよ。そうすると当然ファンになってほしい。まあ恋愛が一番いいですよね。俺のこと好いてほしいなと思ったんですね。当然相手に対して、僕の場合ですので相手が女性ですので男性ではありません、すいません、女性ですので、女性に対してですね、僕は嘘とか出し惜しみをしたらきっと女性は冷めると思います。皆さんそうと思います。女性から猛烈なアプローチを見て、でも実は嘘がいっぱいあると、私実は金持ちよとか言って、実は全然違ってました。であれば当然熱されます。当然あと付き合うかというと周囲の評判も気になります。僕の周りではすごくこういい子ですけども、みんなの友達の評判は実は最悪だと、当然気になりますよ。ファンになってもらうということはそれも評価されるということです。と同時に最初は好きよ、すいません、そう恋愛ぐらいとかありません、最初はすごい言ってくれるんですけども、途中からもう別にもうええわとされるとですね、当然ファンになります。まあ、男性は途中フォローしない方がとても多いと思うんですけども、フォローがないと当然ファンになりきれないです。最初はええなと思ったけども、なんか最近全然お見がにぎやし別にええかというふうに当然なります。そしてもっと一番嫌なのは自分中心のナルシストです。ほら俺ってかっこいいでしょとか、僕って結構イケてますやんって言われると恋しないですよ。女性で私すごい美人でしょって言われたらみんな大変で引くと思います。そういう人は絶対人にならないです。目的が決まっているわけですから、こういうことをやってはいけない。じゃあこれやっちゃいけないですよね。じゃああとはアクションとして何するのということです。相手の気持ちどうって聞くの。まず僕はすいません、僕の話は電話とかメールを教えてですね、気軽に接しやすくします。当然です。まず話をしようやない、飯行かへんとか言いますね、関西人チャーかへんって言うんですけども、もっと言うとチャーシュバコーって言うんですが、関西人は、関西人の人は東京20数年住んでるんですけど全然受けないんですが、まずはホームページの解説とかですね、窓口の提示です。とりあえず相手に対してイージーコンタクトができる、これ鉄則です。そして会った時にデートする、まあデートもできれば魅力的な会話をする。せっかくおたろに飯に行ってずっと僕がお宅の話ばっかりしてるおたろな女性すらいと思います。そういった意味では説明会とか取材会をいかに充実させるか。で僕の場合でしたら、いや、でも俺結構まあなんかみんなが慕われてるっぽくて、なんで実装っぽくないですけども、何気に周囲の評判をアピールしましょう。そうするとこれは証券会社のアナリストレポートとかメディアを通じての情報伝播になります。第三者が言っていること、これは周囲の評判という形になるわけです。当然ですね、投資家が多分もし皆さんの会社に取材に行きます、皆さんのお話を伺います。だけど当然話は悪いと思います。うちの会社はこんな風に言ってる、でもエースさんはこう言ってるけど本物ないな、これ悪いと思います。そういう時に一番役に立つのがスタートカード、第三者の会社。僕は私もずっとやってましたけども、だからある会社に取材に行きました。御社のこの製品ってマーケットとしてはどうなるんですか、グローバルです、世界のマーケットとしてはどうなりますか。うちね4割あるんですよ、御社の B 社さんに行ったら、うちはね大体 45% ぐらいあるんです。 C 社さんにすると 35% ぐらいあるとおっしゃった。確かパッと見100超える、つまりそういうことです。サードパーティーの評価が欲しいのはそういうことです。逆に事業会社の中は当然コンペティター競合相手の視野が分かんないです。うちは 45% と思ってる、だからそうおっしゃる、ここに悪気はないし嘘偽りもないんです。だけど実際に投資をする、お金をかける場合によっては損が出るかもしれない。そういう時に判断する時には当然周囲の評判、第三者ではどうなのというのを当然聞きたくなるというのが普通だと思います。で、ちょっと面白いデータをご覧に入れましょう。これですね、ちょっとこれ使い忘れてた
これ横軸はですね、時価総額です。こっち1兆円超、こっちはですね、10億円以下でずーっと切ってます。これ各会社さんです。大体、今、1400社ぐらいですよね、上場してるのは。それはこんな、こういう時価総額で言われるとこんな感じです。で、これ例えば何かというと、アナリストが何人その会社をカバーしているか。カバーするというのはレポートを書いて、第三者としてレポートを書いて、他社としてレポートを書いて、売り上げ、買い上げをつけている数です。例えば1兆円超の会社の場合は、ご覧のとおり、この大概量が 40% 占めます。大概量のところはですね、20人以上と書いてあります。つまり証券会社のアナリストが20人以上1兆円超の会社をカバーしています。例えば何でもいいです。じゃあ、トヨタ自動車20人以上カバーしています。東京三菱銀行、今違う、三菱東京ファイナンシャルグループ20人以上カバーしています。1兆円超の会社の場合は20人以上カバーしているという会社が、そういう会社 40% で、10、20、30、同じく 40% の場合はブルーですから15人以上で、赤が12兆、つまり1兆円以上の会社っていうのは全社が12人以上見てるんです。多い会社は20人以上はその会社を持ち、まあ、40%。 ところがですよ、時価総額が10億円以下の会社になると、ご覧の通りゼロです。誰も見てないんです。誰も見てないっていうことは、誰も周囲の評判を提供してくれないんです。周囲の評判を提供してくれないってことは、もし僕がその会社に投資をしようと思ったら、その会社の方のコメントしか聞けないんです。それが本当に大手なのか大手ないのか、楽観的すぎるのか悲観的すぎるのか、これ分からない、検証できない。一人、情報操作1個しかない。これ綺麗です、極めて綺麗です。これでやると大体1兆円からですね、1000億円切ってくるとガーッといってきます。こういうふうに出ると上場企業で、アナリスト、証券会社のアナリストみたいなのがここだけなんです。ぶっちゃけで言うと、こっちはもう見てないというところが、まあ、これ現実としてある。もう一つ面白いことをお見せしましょう。これです。今度は時価総額別の企業の数です。ちょっとこれ、ちょっと前のデータで僕思うと、えらい株が上がってるんで、ちょっとこれ全体として数字がこう上がってるか分からない。ただまあ、大体のイメージでつなげただけです。これ1兆円超から10億円未満まで、大体例えば1兆円超の会社は見ていただくと何社あるかというと、大体70社ぐらい。今もうちょっと多いと思います。多分100社までいってないかな、こんなところです。で、10億円未満の会社は何社があるかというと、250社ぐらい。もうちょっと上がってるから、減ってるかもしれません。200社とか。でもまあ、全体としてこれ流れがこうなってるかもしれませんが、大体こんな感じです。つまり、上場している中で一番多いのはここなんです。大体時価総額が200億円、全国。今だったら300円全国で全国もしてます。そういった上場企業の会社の方々が非常に多いんです。ところが300億円ですよね。ここです。ブルーが、じゃグリーンが5人です。この会社でやったことは5人見てる会社が 5% だ。ほとんどの会社は誰も見てない。会社の数が一番多いにもかかわらず誰も見てない。で、アナリストは大体僕はモルガンで、モルガンスタンレーという会社にですね、本部長にしたんですけども、大体1社の、アナリストがですね、証券会社1社のアナリストがカバーしている会計業の数はせいぜい400です。せいぜい400。モルガンとかゴールドマンとかの辺だったら250。いきゃ、行って250になります。250しか会社は見てないんです。ということは、ここで終わるんです。250しか見えないってことは、ここまで、もしくはここまでで終わるんです。じゃあここにたくさん宝が転がっ
これはですね、マネジメント的に言うと儲かんないです。やっぱり時価総額が少ないと回転売買も効かないし、株価のボラティリティもとても高いし、特に外資系にいれば、例えば今日朝僕がレポート代表としましょう、でも今日の午前、今日の1日の相場で終わっちゃうと 20% 上がっちゃうと、今度夜ロンドンのマーケットとかニューヨークのマーケット的にロンドンとかニューヨークのお客さん買えないんですよ。ストップ高で始めますとなると、結局こっちの方になってくる、なかなか証券会社としてはビジネスができないっていうのがジレンマなんです。で、つまりほとんどの企業は何がやってるかできてないんだけども、アナリストが調査する会社の証をこっちに持っていくことがなかなか難しいんです。まあ、昨今ちょっと株価はいいんですけども、証券会社もおそらくそんなに人数を増やしません。僕2000年代の一番いい時期に言いましたけど、それでも250社が300社がせいぜいです。株価が上がってからといって証券会社に500社出ることはありえないですということです。で、これが実態です。で、ちょっと覚えましょう。さっきのアクションここですね。相手の企業で行くの赤字で返す窓口とか説明会とか、こういうことです。でこれに関してはもう少し詳しく見ましょう。また時間あります。あれ早くしろと言って指示が出ましたので、今もう少し早くしてみましょう。これホームページの解説とかですね、窓口で言うとこれも大体トップの話になってます。でこれ形にも残るんで、やってるから君アイドルマンってちゃんとやってるのか、あやってます、ホームページ作ってますから、これ言えます、してるから、なんかこうやって働いてるから。説明会とかは、まあ、どの会社やってらっしゃるんですが、これまでもおそらく会場じゃ極めて大きいです。私いろんな会社の説明会を伺いますけども、正直言いまして投資家とか案内者の姿勢に対する理解が非常に僕は不足していると思います。つまり先ほど言いましたナルシストっぽい説明、ずっと自分のことをしゃべる、そうじゃなくてやっぱり相手の気を引くためには相手がどこに注目しているのかということを考えてやられるべきだから、ここは多分ノウハウの問題だと思います。で実際に投資家の視点で資料を見ると、例えば僕ら我々は金や物がどうなってるのとかですね、それってどこで儲けてるのとか、ライバルはどうなのとかっていうことを見ます。この会社が面白いかどうかっていう時には、当然こういったどれぐらい成長するのとか、競争力はどうなのとか、こういうことを見ます。これと皆さん方の説明会の中でやっぱりちょっとずれてるところがあると思います。ぜひこういうことを頭に残して考えてみよう。例えば実際に説明に我々投資家が困る情報開示、これは、IR されてる方はやってるからですごくあります、一生懸命やってる。でも実際聞いてる方がなかなか使いにくいのは定量的な説明がない。例えば抜本的な世界最先端のとか、世界で最も競争力があるとか、技術力が世界一とか思わないんだけども、定量的ではないのでどこまで真偽か分からない。それが例えばサードパーティー資本人の評価があればまだ検証できます。ただそのくらい下に1社しか行ってくれないのであれば検証しようがないです。定量的に言うと非常に苦しい。あと業界調査やこの人お前じゃ分かったんですよ、その業界でどうやってんですか、ここの説明がない。あるいはお話もですね、ほとんど売上の話ばっかりだったんです。そうじゃなくてやっぱり投資家してるから利益です。そこのところはどうなんでしょう。例えばあれは先ほど言いました TR と IR を混同していらっしゃる、データが連続にない、こういうのは非常に使いにくい。皆さんだからやってる方いっぱいだと思うんですけども、 IR の立場でやってる方いっぱいだと思うんですが、それがこうやってる努力が投資家に全部伝わってない、エンジンがバンバン回ってるんだけども、それが社員につながってないという人です。つまり効率的でないということですね。これは実は使いやすい情報解除でたくさん書いてます。これはたくさんあって目がつれますので、あとでゆっくり見ます。で、もう一個第三者周辺のやつを見てもらいましょうというのがあります。で、今日先ほどフィスコの中村さんの方からお話をいただいたんですが、つまり第三者で証券会社が書いてくれないんだったらサードパーティーの書くしかないじゃないですか。意思が今の人って感じじゃないですか。すいません、今の笑ったことなんですが申し訳ないですこれはね、実践では希少です。守ろうがありません。今、リスコの外部話って100社さんいらっしゃいますけど、全部で1400社上場してますので、まだまだ少ない。
で、つまり、なんでやらないかというと、まず証言者が書いてくれた。第三者のレポートも、何をもって、そのレポートは本当にいいのかどうかわからない。まあ、一つはちゃんと、デリバーがすごくうまくいってます。ね、そういうのが一つの、そういうものです。というか、一般的に事業会社さんがレポートをお願いする場合というのは、それは本当にクオリティ高いの、これってお金払っていいのっていう、何が、ご覧ください。動かせるものが欲しい。だからなかなか悩むような実態。でも、だからどうしても、やらない。で、やらない。でも、やらないと当然、先ほど申し上げた情報源は1個しかないですから、なかなかそれでは、真のアイデアのことは持っていきづらい。もしくは時間がすごい。で、絶対欠かせないメッセージとして、この会社は何したいんですか、うちの会社はどこに向かっているんですかという、このメッセージをぜひ、乗っけていただくことは当然かなというふうに思います。ということで、大体時間も来ているかなと思うんですけれども、簡単に説明ですが、今ご説明いただいたこんな感じで、動いています。ずっとこの間話しちゃってまして、ここからマネジメントをしてます。ですので、いわゆる現場のことも知ってますし、証券会社の経営のことも一応分かったりとも言っております。で、話しですと、話しですね、すごい忙しいです。大体年間ですね、1000人ぐらいの皆さんと投資家さんとお話をします。で、大体こう、ね、50本までいることがいて、で、こんな国もあります。で、こんな国回ってくると、彼らが、やっぱり日本国内の話だけじゃないんですよ。それは分かる。じゃあ、それはアジアにもっと売れるのか。じゃあ、アメリカに持ってこれるのか。アメリカで見たときの競合他社はどうなのか。必ず聞かれます。ぜひ、アメリカされるときに、そういうことをここに残していただければな、というふうに思います。これだから、自慢話なんかしてます。ナルシストって言われますんで。で、現在の業務なんですが、こんな感じでアイアイ上場会社さんのサポートさせていただきます。で、今ちょうど、その上場会社のサードパーティーレポート。フィスコさんがやっていらっしゃるレポートと別枠でということになるんですが、当然、ファンになってほしいとか、自分の会社のことを知ってほしいと思うんであれば、しっかりしたレポートはどっかで僕は言うと思います。まあ、今期業績、左の業績に関してのコメント、これも OK。もちろん必要です。ただ、どっかで、うちの会社の競争力の源泉ってどこから来てるのか、うちの会社のビジネスモデルはどうなのっていうことをきちんと実は僕はあると思います。で、それは機関投資家だけじゃありません。今個人投資家だってそういうことを呼ばれるたくさんいらっしゃいます。しかも個人投資家のレベルがすごく上がってますので、そういった意味ではぜひその形でヒストさんと協力できるのかなというふうに思っております。こんな感じでやっておりまして、あとは、こんな学生向けにお怪しい、セミナーとかをやっています。この頃はまだ髪が引いてないですね。ってな感じです。非常に早くして非常に申し訳ないですが、私のところは以上です。どうもありがとうございました。